中央から行きましょうか。黄色ボールから、はい、じゃあ中央から行きましょう。中央から行きましょう。さあ黄色ボールから一個行きましょうか。さあ行きましょう。エンジョイの1戦目、黄色チーム対ビブナシチーム。さあここはいきなりサイドラインビブナシボール。さあまずは立ち上がりゆっくりと中央左サイド早い上がりナイスボール。さあ2対1戻りたい黄色チーム、ナイスナイスです。ここは行かせない、ここは行かせない。さあビブナシチーム中央でキープ。さあ左サイドに展開、トラップ流れて黄色ボール。さあ右サイドから黄色チーム、いや惜しい、長いボールは届かずビブナシボール。さあまずは立ち上がりパスはつながらない、中央から右サイドナイスボール、ゴール前、いやいきなり通ったロングパス、まずは先制ビブナシチームナイスゴール。中央から行きましょう。さあ黄色チーム切り替えていきましょう。まずは立ち上がり1分、決めてきたのはビブナシチーム1対0。さあ黄色チームは女性ゴール2ゴールもある。さあ右サイドから中央、そのまま速いボール、こぼれ球キーパーがっちりキャッチ。さあビブナシチーム縦に長いボール、さあこれはつながらない、欲しい黄色ボール。さあ左サイドから黄色チームすぐに追いつきたいところ、縦にない、ここは長い足出てくる中央。さあここは左に預けて、ここも黄色チームしっかりと寄せてくる、逆サイドに展開。さあここは寄せていきたい黄色チーム、中央ドリブル3対3ナイスカット。さあこぼれは一旦キーパー、さあ右に預けて、ここもビブナシーム前から、いやーサイドライン。さあ切り替えましょう、黄色チーム切り替えたい、中央フリーで1枚浮かしたボール、ナイスキーパー。さあここはクリアが入ってカウンターは生かせない。さあ黄色チーム右サイドにいいボール、さあ中央フォローになってくる、ゴール前、さあ決めきれる、いやばい、ここは中央キーパービブナシーム右サイド早い上がり、ナイスイン、前からカットほしい。さあビブナシーボール右サイド1対0のまま、まもなく立ち上がり終了、右サイドキーパービブナシーム、左サイド展開ダイレクト、中央はここはビブナシームはキープ、左サイド、さあ黄色チームゴール前固めていきましょうか、ヒールで縦に預けてゴール前中央フリーで1枚、危ない危ない、そのままサイドライン。で先にキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします、ありがとうございます。さあ黄色ボールから再開、1対0ビブナシーム1点リード。さあチャンス縦に、いやー惜しいこれは合わせきれず、さあ中央からビブナシチームの攻撃、ポストに入って一旦後ろ、さあ押し上げてくるのはビブナシチーム、2点目狙いに来る中央、そのままドリブル、さあここは黄色チーム寄せて、ナイスです。さあカウンター、そのまま1人で中央ドリブルシュート、いやー惜しい、これは枠の外。さあ早いリスタート、キーパー出てくる、危ない中央、まさかのでおギリギリしのいだ、ギリギリしのいでオウンゴールならず。さあ中央から長いボール、これはつながらない。さあビブナシボール中央ポストプレー、前から奪いにかかるのは黄色チーム。さあ一旦キーパー、ここは落ち着いてつないでくるビブナシチーム、右サイドに展開。さあ残り時間が半分、さあスペースがある、寄せていきたい黄色チーム、浮かしたボールはキーパーがちりキャッチ。さあ中央から落としたボール、そのままカットビブナシチーム。さあ左サイドから逆サイドにいいボール、ダイレクト落として中央。さあ黄色チーム寄せていきたいところ、浮かしたボールプレーオンでいきましょう、プレーオン、さあプレーオンプレーオンあざあざあざ、さあ黄色ボール中央、ここもトラップ流れてナイスフォロー。さあキープは黄色チーム右サイド、さあ中央ポストプレーフォロー欲しい、左サイドオーバーラップ、これは届かないこれはキーパー出てくる。さあ切り替えたい黄色チーム、切り替えたいところ右サイド、そのまま中央、さあここもポストプレーからターンして寄せていく見せのダイレクト、ここはクリアが入って、さあビブナシボールコーナー。さあビブナシチーム右サイドから追加点奪いにかかるショートコーナー、さあニアサイドコースがない、さあここで勝ったチャンス、さあカウンター中央、いやー惜しい、で先に両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします、ありがとうございます。さあ残り時間2分、残り2分で1対0、1点差いきましょう黄色チーム、中央から、さあここはカットチャンス、さあ3点、いやここも前からカット、こぼれ球黄色チーム、長いボールないボール、左サイドから切り返して逆サイド、
中央からゴール前2点狙いに来るが、いやいやって強引に行かせてくれない、行かせてくれないビブラシチーム。さあ左サイドからはビブラシチームはキープ、キーパーに預けて中央右サイド展開。さあ黄色チームは前から奪いたい1点差、左サイド残り時間があと1分。さあ中央から右サイドフリー、さあ黄色チーム寄せていきたいところ、いや惜しい、サイドライン。さあ黄色ボール残り時間1分切って1点差。さあ黄色チーム2点ゴールで逆転もある、左サイド、さあ女性が1枚前に張ってる、ここでカットはビブラシチーム、そのままシュートもね、いけないかな、ナイスです。ここは黄色チームも必死のディフェンス、中央から右サイド前からカット、危ないゴール前、いや惜しい、決めきれず。さあ残り時間30、黄色チーム攻め切りたいところ、中央からポストプレー、そのままターンして長いボール前からカット、さあ右サイドフリーでビブラシチーム3対2、浮かしたボールはキーパー、さあカウンターチャンス、いやミスキック、危ない危ない、こぼれ球危ない、中央ダイビング。さあビブラシチーム、ここもビブなしチームがキープ、右サイドオーバーラップ、さあシュートはニアサイドコースがない、さあカウンター前に1枚、中央カット、つないでいきたい、いやー惜しい。さあラスト、ラストワンプレーいきましょう。1対0ビブなしチームリードのまま、さあ黄色チームラストで追いつけるか、右サイドさあ寄せていきたい黄色チーム、中央さあキープ、左サイドに展開、さあ縦に1枚攻め込んでくる、ラストゴールで終わるのはビブなしチームか、攻め込んでくる、縦に預けて中央に1枚つないでくるビブなしチーム、ここもナイスキープシュート、いやー黄色チーム寄せきれず、ナイスゴール、2対0まずはビブなしチーム勝利。ではビブなしボールキックオフでいきましょう。さあ1戦目は2対0ビブナシチームが勝利、いきましょうか黄色チーム、そろそろ女性ゴールも見たいところ、前から勝ったナイス、そのまま右サイドからうまい、いやーうまいナイスボール、あっという間立ち上がり20秒、まずは先制黄色チーム、2戦目は負けられない。さあ右サイド縦に預けてビブナシチームナイスキープ、さあ一旦戻って組み立て直し、中央からさあプレッシャー、黄色チーム前から1枚プレッシャー、右サイドカットになるか、手切りパス危ない、ゴール前ナイスキー、ナイスキーパー、ここはいや危ないか、さあここはガッチリガッチ、黄色チーム長いスロー、誰もいないで相手側のキーパーにスロー、さあ今度はビブラシチーム中央ポストプレー、さあ2枚プレッシャーナイスカット、こぼれ球はサイドライン、黄色ボール、黄色ボールです。さあ右サイド黄色チームまずは1点先制、縦にフォローに入ってくる、中央ナイスボール、さあ中央に預けて一旦キーパー、さあそのまま押し上げてくるのはビブラシチーム、前からカット危ない危ない危ない、さあキーパーそのまま押し上げてカウンター、さあチャンス、右サイドフリー、いやそのまま味方の股抜き、さあ左サイドが早いリスタートはビブラシチーム、縦には繋がらない、ナイスクリア、そのままゴールライン、ビブラシボール。さあビブラシチーム追いついていきましょうか、中央キーパーも攻撃参加か、左サイドに展開、そのままにはプレッシャー、逆サイドにいいボール、中央ドリブル、さあここは囲みにかかるのは黄色チーム、ゴール前逆サイド押し、ダイレクトはそのままゴールライン、あざす。さあ黄色ボールキーパーからいきましょう、さあまもなく立ち上がり終了間際、黄色チーム1点リードの前からプレッシャー、さあここはプレス、ナイス、前から1枚追ってくる、右サイドここも流れてナイス、ライン際中央、いやー惜しい、これは惜しい、危ない、いやナイスキー、危ない、ナイスいいことない、ナイス、プレッシャーナイス、しっかりと追いかけるナイス、ナイスです。さあ落ち着いて中央から攻め込んでくるのはビブナシチーム、左サイドに展開、ダイレクト中央カットは黄色チーム、さあこぼれ球拾ったのはビブナシチームか、行かせないでいい、さあナイスナイスナイス、そのまま行きましょう、そのままプレーオン、さあ右サイドから黄色チーム、さあプレッシャー中央、ここもビブナシチーム前から来る、さあ繋いでいきたい黄色チーム、危ない、さあここ中央からキーパーからダイレクト、カウンうまい、かわして、いやシュートはキーパー勝負欲しい、で先にキーパー交代です、先に両チームキーパー交代です。さあ黄色ボール黄色ボール、コーナーキック、さあ中央から女性がキーパーに入ったか、さあ中央攻めさせるポストプレー、そのままスイッチ行かせない、さあ左サイドは取らない欲しい、サイドライン黄色ボール、
さあ右サイドから中央黄色チームそのままワンツー繋がらない、ナイスイ。さあ B ブラッシュカウンター1対1勝負に来るか、かわしにかかる、ゴール前戻ってくるのは黄色チーム惜しい。 B ブラッシュボール、さあ左サイドからビブラシブ早いリスタート、さあ切り替えたい黄色チーム、左サイドゴール前シュートはいけるか、ゴール前、いやあとは当てるだけ、ナイスゴールさあここで同点1対1。さあ中央から、中央から行きましょう中央から行きましょう、中央からリスタートお願いします。さあ間もなく終盤戦、黄色チーム一定差守りきれず1対1、追いついてきたのはビブラシチーム、プレッシャー、ここも前から生まれかかる、危ない危ない、取られると、いや危ない危ない、ナイスクリア、ナイスクリア。さあ狙ってるのはビブラシチーム、左サイド囲まれる、さあ繋いでいきたい黄色チーム、ナイス。さあ中央からミサド、危ない、さあキーパーから絶対切りません、ゴール前、いや危ない、ナイスキー、ナイスキーパー。さあポストプレー、黄色チーム浮かせたボールうまい、さあ中央浮かせたボールはキーパーがっちりキャッチ。さあ左サイドからは中央ドリブルで持って上がるが前からプレッシャー、黄色チーム2枚、さあ取れればチャンス、右サイドに展開、さあフォローが欲しい、ビブラシチーム、ナイスイ、黄色ボール、で先にキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします。ありがとうございます。さあ1対1のまま終盤戦行きましょう、中央から黄色チーム、さあここ危ない、さあここ中央からチャンス、カットは黄色チーム、さあカウンター前には女性が待ってる、繋いでいける、ナイスゲーム、さあ囲まれる、繋いできて超うまい、そのまま3対2、いやこれはキーパー正面。さあ今度はビブラシュ、黄色チーム戻りたい、4対24対2戻れるか、黄色チームナイスでナイスです。さあ中央ここも前からビブラシュがプレッシャー、さあここでカット、さあ左サイド切り替えたい、浮かすボールダイレクト、いやー惜しい、これは力がない、そのままゴールライン。さあ残り1分、1対1のまま右サイドに速いボール、女性がフリーで待ってる、中央これはキーパーにパス、さあ今度はビブラシウム近くに預けて右サイドに展開、さあ前にはスペース、ビブラシウム3対2、速いボールはこれはそのままゴールライン、黄色ボール。さあ残りが30、1点欲しい黄色チーム、さあここ中央から左サイドでかい縦にはスペース、ナイスボールダイレクト、いやーナイスナイスディフェンス。さあカウンター3対1、危ないナイディナイスです、長いボール届かない届かない届かない、さあビブラシームフリーで右サイド、さあ追加点来るか、これはいやーこれはふかしてバーの上、さあラストラストワンプレー行きましょう、1対11対1の同点、2戦目勝ちたい黄色チーム、さあこぼれ球ビブラシームは回収、浮かせたボールはキーパー正面、さあ前には2枚カウンターチャンス、中央ナイス、さあ逆サイドフリーゴール前、いやー惜しい、ありがとうございます、2戦目は1対1の同点、行きましょう3戦目。さあエンジョイも3戦目行きましょうか、まずは中央、さあ1勝1分け一歩リードはビブラシチーム、さあ縦に預けてビブラシチーム、まずは攻め込んでくる、立ち上がり中央、さあ全員で押し上げてくる、ここは黄色チームしっかりとディフェンス、ナイスイ。さあ一旦後ろに預けて左サイドドリブル仕掛けてくる、中央ポッツカット、ナイス、いや味方に当たってまた奪い返したのはビブラシチーム、フリーで右サイドシュートは、いやいやナイスゴール、まずはニアサイドぶち抜いて先制、ビブラシチーム立ち上がり30秒、さあ行きましょう黄色チーム、さあ中央から黄色ボールで再開、行きましょう、さああっという間、まずは先制点ビブナシチーム、さあ3戦目は負けられない黄色チーム、中央にボール、そのままドリブルから行かさないか、いやゴール前左足打てるか、フォローが欲しい、中央ここでカットはビブナシチーム、ゴール前、さあここはしっかりとキープ、左サイドに展開、そのままオーバーラップ、中央ナイスボール、さあ右サイドフリーで1枚縦に預けてゴール前、危ない危ないキーパー、さあカウンターチャンスは黄色チーム、大チャンスキーパー出てくる、この前いやーナイスキー、こぼれ球はもう一度黄色チーム、さあしっかりと戻ってくるのは黄色チーム、
さあヒールで流して左サイドフォロー欲しい、中央トラップ流れたところ、さあ強引に持って上がる、さあチャンスが中央行かせない、ここもしっかりと固い守り、ビブラシうまい、左サイドの中央、さあつなぐ、いや行かせない、ビブラシチームが固い、さあ右サイドそのまま流れたボール、ヒールで縦に預けて中央から押し上げてくるのは黄色チーム、さあここも一旦後ろから、さあゴール前走り込ませる黄色チーム、左まで流れてビブナシチームをしっかりとディフェンス、中央ポストプレー、そのまま息が合わないかナイスキーパー、フォローが入ってサイドライン、黄色ボール、では先にごめんなさいキーパー交代です、両チームキーパー交代です、ありがとうございます、さあ黄色ボールから酒井、立ち上がり1対0ビブナシチーム1点リード、さあプレッシャー、危ない危ない、さあキーパーに預ける黄色チーム、右サイドフォローに入ってくる、そのまま長いボール、これはそのままキーパービブナシボール、中央ターンして左サイドに展開、さあここはしっかりと4人でディフェンス、黄色チーム右サイドから縦にフォローに入ってくる、ナイス、そのまま中央、いやー息が合わないかサイドライン、黄色ボール、さあ1点欲しい黄色チーム、中央的危ない、いやーナイスキー、ナイスキーパー、これはファインセーブ、さあコーナーチャンス、ビブラシブ早いリスタート、後ろに預けて、さあ女性を1枚残してカウンター待ち、黄色チーム欲しい、ここはサイドライン、さあ黄色ボール、この間にビブナシチームディフェンス固めてくる、右サイド残り時間半分、さあミスター危ない、取られた、いやここでボールタッチミスって、追加点はビブナシチーム、さあ2点差いきましょう、黄色チームまだ時間はある、中央ナイスターン、そのまま逆サイドうまい、いやーこれこれは決めさせてあげてさあそのままワンタッチですね、サイドライン黄色ボールです、さあ黄色ボール左サイド大チャンスまだある、さあ2点差ダイレクト、さあ落として中央からシュートはブロック、さあそのままヒールで流したボール、さあ混戦こぼれ球ビブラシボールが回収、右サイド、さあそのまま1人で中央はないで、ナイスですビブラシボール、さあ右サイドが中央ビブラシボール、さあここでキーパーがっちりキャッチ、ここもビブラシボールしっかりと戻ってディフェンス、ナイス、さあ間もなく終盤戦ポストプレーから押し、で両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代していきましょう、ありがとうございます、さあ残り2分で2対0、ビブナシチーム2点リード、うまいヒールで見せるの、いや押し、これはそのままサイドライン黄色ボール、さあ黄色チーム攻め続けたい、残り時間あと2分、中央ヒールで流して左サイド、そのままプレッシャービブナシチーム、さあ前から3枚ブレ、危ない危ない危ないこれは決めきれず追加点ならず、さあ黄色チームを落ち着きたいところ、ファーサイドは敵、さあチャンスカウンターミサド、ナイボーデルト、いやー惜しい、ダイレクトシュートはわずかにポストの横、さあ残りが1分、残り時間1分プレッシャー、さあ黄色チーム前から奪いにかかる、こぼれ球はビブラシウム、ダイレクト惜しい、これはつながらず、さあ黄色ボール速いボール、左サイドはそのままサイドラインビブラシボール、さあ時間がない1分切って、ナイス、これは決めたい、いやさすがにこのミスは見逃さない、さあ1点差2対1いきましょう黄色チーム、残り時間あと30、さあ黄色チームどんどん攻めたい、ダイレクト右サイド惜しい、サイドライン黄色ボール、さあ左サイド縦にボール、そのままターンはい、そのまま中央から2対2、さあ押し上げていきたい黄色チーム、逆サイド女性の上がりを待つか囲まれる、ないでいい、さあ中央から浮かすボールは、いやーキーパーがっちりキャッチ、さあ時間がない、逆にカウンター4対1、左サイドダイレクト戻してフリーでゴールへ、いやー狙いすぎたか、枠には飛ばず追加点ならず惜しい、さあラストラストワンプレー行きましょう、2対1、1点そのまま逆転ゴールもある、黄色チームナイスターン、そのまま中央ドリブル左に預けて逆サイドカットはビブラシウム、ラストさあゴールで終わるか、中央からいやーポストありがとうございます、2対1ビブラシチーム、エンジョイもラストマッチ、ビブラシチーム対黄色チーム因縁の対決、さあ行きましょう、
黄色チームはまずは女性をキーパーからさあ行きましょうか。さあ中央ボディーコンタクト気をつけていきましょう。左サイド黄色ボール、さあ中央から黄色チームポストプレー、いやー惜しい、これはそのままゴールラインビームなしボール。さあラストマッチ、MVP 率いる黄色チーム対ビブラッシュチーム、中央でカット、さあここはつないでいけるか、中央ポストプレー、左サイドで展開、さあフォローに入ってくる中央、ここはそのまま縦に預けて黄色チームつないでくる、ナイス。さあ右サイドもゆっくりとオーバーラップ、ここも縦につないでくる、いやシュートはキーパー正面。さあビブラッシュチーム右サイド、ここは黄色チームしっかりと戻ってカウンター行かせてくれない、中央ナイスボール、ダイレクトポストプレー、さあ落としたボール黄色チーム4枚戻ってくる、危ないか、右サイドナイスクリア、ビブナシボール、さあ右サイドからビブナシチーム立ち上がり1分、中央カット、そのままドリブル仕掛けてくる、2対2から3対3、さあ左サイドもオーバーラップ、中央うまい、ワンツーゴール前、いやーポスト直撃、さあカウンター、ビブナシチーム、さあ奪い返す、ここは両チーム、いやーそのままサイドライ、さあ黄色ボール左サイドから押し上げてくる、3対3、中央からそのシュート、ナイスブロック、これはキーパー正面、さあこぼれ球ビブラシウムキープ、そのまま中央かわして縦に強引、いやーラディ、さあここもビブラシウムがしっかりとキープ、さあ中央から MVP まさかの足がつる、さあ右サイド行きましょう、中央、さあ一旦中央、右サイド黄色チーム前からカット、チャンス、いやーナイスゴール、まずはミドルシュート黄色チーム先制で、先にキーパー交代です、両チームキーパー交代していきましょう。さあ行きましょう、まずは先生、立ち上がり終了間際決めてきたのは黄色チーム、さあ中央からいけるか、黄色チームカット、左サイド強引に縦に、さあシュートまではいけないか、黄色チームが寄せてくる、足はつってないのか、さあ中央プレッシャー取られた、危ない、ゴール前シュート、いやーナイスキック、ワンタッチコーナーキック、さあビブナシチーム同点チャンス、左サイドのコーナー、ニアサイド走り込んでくる、さあここは右サイドチャンス、走らせるさあ右サイドビブナシチーム左サイドに展開、さあそのままカットになるか、中央ドリブル仕掛けてくる、ナイスティ、さあ敵に当たりながらも押し上げてくるのはビブナシチーム、左サイド欲しい、サイドラインビブナシボール、さあビブナシチーム1点返したい、右サイドフリーで1枚ないボール、デルト、いやポスト直撃、こぼれ球押し込めるかビブナシチーム、さあ中央からミサデルト、これもニアサイド、いやー硬い、黄色チームが硬い、さあ寄せシュート、いやーこれもバーの上、さあ行きましょう、残り時間半分、右サイド、さあ MVP 最後までピッチに立ってられるか、左サイドからそのまま中央取る、危ないシュート、いやここで同点ゴール、ナイス、さあここでMVP が脱落、さあ行きましょう黄色チーム、黄色チームまだまだ声だけは出てる MVP、 さあ見せと、ここはそのままゴールキーパー、さあビブナシボール浮かせたボール、さあそのまま中央でキープはビブナシチーム、前からプレッシャー、黄色チーム前から来る、さあ1対1左サイドドリブル、さあここは行かせない、ナイスディ、ナイスディフェンス、一旦後ろ、さあプレッシャー、黄色チームしっかりと寄せてきてディフェンス、ナイスディ、さあそのまま右サイドフリー、ナイボー、危ない、ナイスキー、ナイスキーパー、さあキーパーから黄色チーム足を引きずりながら右サイドオーバーラップ、さあ一旦キーパーに預けて中央から左サイドに展開、さあ終盤戦ポストプレーナイストラップ、さあここはビブナシチームがナイスキープ、さあ中央そのまま近くに預けて左サイド切り返してフリーで右サイド中央ゴール前、危なーここで逆転ゴール、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします、ありがとうございます、さあ残り2分、残り時間2分で逆転ゴール2対1、さあ黄色チーム女性ゴールが見てみたいところで、さあ左サイド行きましょうか、行って、さあ2対1、中央ゆっくりと
ここは後ろに預けてプレッシャーはビブラシウム右サイドに展開ダイレクト中央ナイスそのままドリブル右サイドゴール前ディアナイディナイスです黄色ボールさあ黄色チームチャンスゴール前にはまだ誰もいないか中央から一旦後ろそのままキーパーも押し上げてくるさあパワープレイ中央ポストプレーかなゴール前フリーでチャンスイヤー惜しい逆転ゴールならずそのままサイドライン黄色ボールさあ左サイドの黄色チームまだチャンスが続く残り時間30ここ危ないさあカウンターはビブラシチームキーパー出てくる危ないさあここも書き出して右サイドうまいいやなにここは行かせない逆にカウンター4対2さあここはヒールで中央かとかわしていけるかいけないなにさあ時間がない2対1そのシュートいやー惜しいさあコーナーキックビブラシボールコーナーさあラストワンプレーいきましょうさあコーナーチャンスビブラシもニアサイド走り込んでくるさあ黄色チームここを白いでラスト返して終わりたいナイスラストディアここで試合終了ありがとうございますラストは2対1ビブラシも勝利あざす本日も寒い中、アイダスウッドサラパーク渋谷ご参加いただきありがとうございます。一部さん MVP の方発表させていただきます。本日の MVP エンジョイでもガチでも一番声出しナイスコーチング盛り上げてくれたあなたですよ。あなたにナイス。いいんですかね。最後まで盛り上げてくれました。ラストもその調子でお願いします。何回言ってきますか。パクセロに憧れてます。あざます。では残り